はい、お93.7 に嘘でしょみたいなね。せっかくなんでね、ナットサイトもこうやってつけてね、アタッカーがこれで狙ってね。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はねこれです。じゃん、ウォーターピストルサマーパーティーって書いてありますけどね、もうこの時点で、ああ水鉄砲ねってことなんですけど、こいつがねちょっと面白いものなんでね、こいつで遊んでいようかなという動画になります。もうこの潔のいい段ボール箱に入っているわけですが、バカッと開けるとですね、はい、もうボーンとこいつが出てきて、何にも他に入ってないとこれいいね。これね、アマゾンでいくらぐらいだったかな、1000円ぐらい、うん、で買えるんですけど、まあこれの刻印を見るに、まあ、ハイキャパの類なんだろうと。アンダーレールもあるしね、でほらセーフティーアンビになってるし、でグリップセーフティーにここにねこう溝が入ってるし、ビーバーテール長いし、もうハイキャパなんだろうと。でこいつが何が優れものかっていうと、一応トリガー引くだけブローバックなんですよ。まあでもこれこれ1センチぐらいしかブローバックしないね。でブローバックの方式はタニオアクションだね。トリガーとともにスライドが下がって、トリガー引き切ってスライドが前進すると、まあそういう動作です。でもいいんじゃない、ほら、まあこんな感じ。大きさ的にはまあだいぶちっちゃいけど、すぐ目の前にこれしかないんであれだけど、M92F と比べるとこんな感じね。コルト25オートサイズだね、うん、という代物です。良くないですかこれ。でこいつは水鉄砲なんですよね。でマガジンが取れるわけでもなく、ハンマーも一緒にスライドと交代します。これね、どうやって水入れるかというと、カチャッとやるとホールドオープンします。これね、空の状態で打ってもホールドオープンしないけど、スライド引き切るとホールドオープンして、このね、スライドストップはこれね、上下に動くんじゃなくてボタンですね。こいつを押してリリースですんでね。でスライドが目いっぱい交代すると、ここにキャップが出てきて、ここから水入れるという仕様になってます。これです。はい、なかなか面白いね。性能チェックやっていきますが、まずは重量から。まず水入れないでね、乾燥重量です。はい、58、59グラムね、60グラムに満たない軽量感ということになってます。じゃあトリガープルだね、測っていきますか。ほい、お、 1.387kg。 なるほど、リコイルスプリングの分もあるもんね。はい、 1.5kg、 ちょっと腰がありますからね、 1.464kg、 平均で 1.451kg というトリガープルになってます。じゃあね、水結構たっぷり入れてきたんで、これで測ってみましょう。69とか70あったんで、だいたいね30とか 35g の水が入るという相談数、相談量になってます。やべえ、水出てくるわ。じゃあこの状態で初速を測っていきますか。打てっかな、だいたい測れっかな、測ってみよう。えっ、おっ、結構いい勢いで水飛ぶよ、ほら、8.71mps。 マジで、もう一回測ろうか。お、いいよ、 16.63、 速くなったぞ。もう一回どうか。お、 6.45、 これ曖昧だね。はい、お、 93.7 に嘘でしょみたいなね。これはいい、あんまり測定できないね。じゃあ5発目、はい、13.16、まあ、このぐらいが初速のいいとこなんじゃない。ね、まあ、93点いくつとか出たけど、まあ10前後の初速が出るということです。で5発打った状態で、満タンで 105g ありましたからね。そこから、ああ、なるほど、1回 1g 程度の水を噴出するということになって、こんな感じの、初速なり燃費なりになってます。でね、こいつは
なんていうんですか、一応アンダーレールがついてて、このアンダーレールねちょっと細いんですよ。なんで普通のね20ミリのレールだと入らないんだけど、これ樹脂製のグロック用のレールなんだけど、イモネジが貫通して突き刺さるようになってるんで、こういうタイプのものを取り付けるとちゃんと固定できると思います。これねグロックに取り付けた時にきつくてね、どうしようもなかったんだけど、こういうものにねこうついたりもするんだというところで、はい、これでだいぶタクティカルな見た目を手に入れることができるんじゃないでしょうか。なんならドットサイトも乗っけてねいいね、ウェポンライトもつけて、こんな感じでね無駄にタクティカル感を増すこともできますよと。さてじゃあってことでお座敷シューティングやってみましょう。せっかくなんでねダットサイトもこうやってつけてね、だからこれで狙ってね、せっかくなんでウェポンライトもこうつけたぐらいにしてね点滅させたりね、うん、さあじゃあこれでちょっとお座敷シューティングやっていきます。これねダットサイトゼロインとか全然やってないんでね、当たんない可能性あるけど打ってみます。えいっ、お案外当たるぞ、えいっいいじゃん、えい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 、おすごいですよ、すごいのかな、ほらこれで赤いとこ狙って、えいっ案外当たるよ、ほらどうっすか面白いね、ちゃんとブローバックもするしほらあ、なくなった、弾切れです。なんか意外とお座敷シューティング面白かった握力結構いるけど、水出すとあのトリガープル一気に重くなりますんで、まあ、こんな感じで遊べます。命中精度はねなかなかいいですはい、いかがだったでしょうかね。トリガー引くだけブローバックしちゃうウォーターガン、なかなか面白かったね、うん、あのちっちゃいのにちゃんとね小気味よく動くっていうのがまあ面白いです。水鉄砲の性能としてはまあこんなもんなんだろうと、ね、でアンダーレールがギリギリ機能したのが面白かったね。ここをねちゃんとしてくれるともっといろんなもんゴテゴテにつけられて面白いのかなって感じがしましたけど、こんな感じです。まあ Amazon でね比較的お安く手に入りますんで、よかったら遊んでみてもいいんじゃなかろうかというところです。ブローキャッチを洗浄するのに最適ということになってます。あとはねあのお家の中で水鉄砲ガンガンぶっ放すと後で家の人から何言われるか分かりませんのでね上手にやってください、その辺は。外で遊びましょう。はい。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別の動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。やっぱブローバックすると気分が違うよね。ということです。